皆さんこんにちは、ひろくまです。今回も動画をご視聴いただきありがとうございます。今回は河野太郎氏が総裁選に出馬を表明される見込みです。そこで河野太郎氏が今回総裁になる可能性が高まりました。そこで中国共産党の工作活動も含めて、なぜ河野太郎氏が勝てそうなのか、そちらについて解説をしたいと思います。それではこちら産経新聞の記事です。河野氏週内にも総裁選出馬を正式表明ということで、河野太郎氏がとうとう出馬する模様です。ですがもしかして出馬しないという可能性も少しありますが、それをすると政治家としての求心力がなくなってしまいますので、おそらくないかなとは思いますが、一応出馬するという前提でお話を進めていきます。それではこちら中国問題に詳しい三木真一郎さんのツイートです。中国共産党はどうしても高市早苗さんを落としたいということで、今自民党総裁選の戦いがスタートしております。その中で今まで中国共産党は二階幹事長を使って工作活動を広げておりました。ですがそれもできなくなる。そこで手をこまねいて何もしないというのは考えられません。なので中国共産党はすでに動き出しております。そんな中で一番都合が悪いのが高市早苗さんです。中国では高市さんを警戒する放送まで流しております。一部だけ少しお見せいたします。これは靖国参拝の様子です。ということでこんな感じで警戒をしています。私の動画のコメント欄に、河野太郎氏というのは確かに父親は親中派でしたが親子は別なんじゃないですかというコメントがありました。日本人の感覚なら確かにそうかもしれません。ですが中国共産党というのは非常に恐ろしい組織です。今アフガンでタリバンというテロ組織が簡単に銃で人を殺害しておりますよね。中国共産党というのはそれを超える大虐殺を起こしている組織です。わかりやすく言うとタリバンというテロ組織が大きくなった組織が中国共産党と思ってください。なのでテロ組織と言ってもいいぐらいです。今でも簡単に人を殺してます。ですので親子だから別じゃないかということは一切ありません。中国共産党の得意技というのは浸透工作です。つまり敵の中にスパイを作って常に情報を吸い上げて内部から腐敗させていく、そして内部で中国共産党員というのを作っていくというのが浸透工作で、中国共産党の得意技です。それがですね、高市さんには通用しないということを表しています。ところがこちら三木真一郎さんは公明党山口代表や赤羽大臣、ニトリ会長等の仲の良すぎる人民日報の、これちょっと読み方わかりませんが、人民日報の有名な方です。この方が SNS でつぶやいた、この人高市早苗さんが日本の首相になれば1972年の外交関係の正常化以来、日中関係は最も暗い時期になるかもしれません。焦っとるな。ということで高市早苗さんというのは中国共産党にとって非常に都合の悪い人です。こちらですね、今の方がこのツイートをされております。そして山口代表の表情を見てください。嬉しそうですよね。何かしら敬意を感じていて、有名人の隣で写真を写すことが嬉しい、そんな表情をしています。この方が人民日報の有名な方です。そして赤羽大臣、これ大臣室でインタビューされてるんですよ。ということで中国共産党の浸透工作を舐めてもらっては困ります。100年続けてきてるんですよ。もう何人亡くなったのかわからない、それぐらい恐ろしい組織です。そして同じく三木さんツイート、国民に人気なのね日本以外の、ということでこちら親子です。これがさっきの有名な方です。一緒に写っておりますね。夢って書いてあります。
そしてこちら河野太郎さんの部屋ですね。そこに入るという写真です。なので親子でもうすでに浸透工作は完了済みなんですよ。そしてこちら、こっちは満面の笑みでも相手は冷酷共産党。この表情を見てください。この表情も先ほどの山口代表と同じで、有名人と握手をしているようなそんな表情をしています。こちら王毅外相、中国でいうと下っ端の外交官、そんな感じなんですが、こちらが冷酷共産党です。非常に嬉しそうな顔をしてますね。こちら岸田さん、笑顔なし。こちら野田聖子さん、嬉しそうですよね。ということで、みんな工作済みなんですよ。この人たちは日本人の感覚で見たらダメなんですよ。もう中国はお金がありますから、ありとあらゆる浸透工作をしているんですよ。何でもします。日本人の常識で見たらダメなんですよ。中国共産党の最終目標は世界征服です。なので簡単に工作活動なんてするんですよ。そしてこちら、情報戦略アナリストの山岡哲秀さんです。マスコミが国民に人気と持ち上げる河野太郎氏、中国の差し迫った脅威を理解していたら、このような写真を自ら拡散することははばかると考えるのは私だけだろうか。外務大臣を務めながら結局河野談話を放置した、父親の談話を破棄できなくても自らの意見を述べて上書きできたはずだ、報道で判断すべき、ということで女性の報道官ですよね。嬉しそうに映ってます。そしてですね、これからなぜ河野太郎氏が総裁選で有利なのかというのを説明していきます。まずは中国の工作活動で有名な二階幹事長です。中国共産党が黙って見ているはずがないということで、まず動いたのが二階幹事長。自民二階氏側、石破氏に推薦に出してもいいということで、こちら9月5日の記事で、少し古いんですが流れを読むためにまずは二階幹事長から説明をしていきます。で、ここで大事なポイントは、石破さんが総裁選に立候補するために、石破さんが二階さんに呼びかけたのではなく、二階氏側からの呼びかけで行われました。ここがポイントです。なんで二階さんはわざわざ推薦に出してもいいと石破さんに近づいたのか。それはですね、当然中国の工作活動ですよ。今このままでいくと二階幹事長は権力を失います。これは確定してます。そうなると困るのは誰か、中国共産党と二階さんです。で、もしですね、ここで推薦人を出してこの石破さんが立候補して、もし勝てれば恩を売れることになるので、今二階幹事長が欲しいのは次の衆院選の公認ですよ。公認が欲しいんです。二階派として公認が欲しい、そして二階派として誰かポストが欲しい、それなんですよ。なので、もし石破さんが総裁になれば公認権を少し渡してほしい、そして二階派からポストが欲しい、これです。これなんですよ。そしてもしかして二階さんじゃなく二階派から幹事長を出してくれ、そういうことも言えたと思います。それで近づいたということです。ただですね、石破さんですが、こちら読売新聞の記事です。石破さんは出馬見送り検討を始めました。そして河野氏支持で調整ということで、高市さんから見ると一番最悪なパターンだなということになります。で、こちらです。総裁選をめぐっては、石破氏は出馬を見送るべきだとの声が石破派内でも高まっている。そしてですね、同派幹部は出馬には反対だ、改革を進めるには河野氏支持も選択肢の一つだと述べました。ちなみになんですが、石破派というのは日本を何とかしたいと思っているわけでは一切ありません。もしそうであれば、すでに出馬表明しているはずです。負けるとしても出馬表明しているはずです。で、こちらに改革を進めるにはと書いてありますが、そうではありません。どうすれば石破派で権力をもらえるか、これに注目しているということです。なので、出れば負けるというのは石破派の幹部は分かってます。なので、そうではなく勝ち馬乗ろうということで河野氏へ回るということになると思います。で、こちら読売新聞の記事です。石破氏党員票の優勢崩れる、派閥内でも機運盛り上がらず
ということで、河野さんが出馬の意向を固めたことで、石破さんの党員票の優勢が崩れました。そして先ほどの二階幹事長が石破氏の出馬向けて支援の動きを見せていることも、かえって石破派内の反発を招いているそうです。派内の中堅議員は、二階氏の力を借りれば時代遅れのレッテルを貼られかねないと懸念をあらわにし、今回は同じ改革路線である河野氏に乗って次期政権内でポストを確保し、次のチャンスを待つべきだと語りました。これですね。これが本音です。ポストを確保するということです。ちなみにこの改革路線というのは日本を壊す路線と思ってください。そこでとりあえずポストを確保しておこう。つまり日本を良くするより日本を壊したいというのが一番にあるということです。そしてこちら朝日新聞系のアイラドットです。総裁選を韓国メディアも注目。石破氏が首相になれば日韓関係改善の可能性の期待ということで、もう題名を見るだけでわかりますよね。石破さんが首相になれば日韓関係が改善する可能性があるそうです。ということは逆をしないといけないということです。わかりやすいですよね。そして私は昨日のこちらの動画で高市さんが次の自民党総裁にふさわしいのはという世論調査で低い値しかないという動画を出しました。これに対して皆さんのコメントはマスコミの印象操作ではないかというコメントが多かったですが、私は動画の中でこれは自民党員の世論調査ではありませんが、1000人の統計を取ることによっておそらく自民党員についてもほぼ同じ値が出るんじゃないかというコメントを動画に出しておりました。で、それを証明する人が出てきましたのでご紹介いたします。こちら古瀬光晴篠原丈一郎チャンネルの篠原丈一郎氏です。こちらの動画は説明欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧になってみてください。で、篠原さんがおっしゃるには、なんと自民党が自民党員に対して支持率のアンケートを取ったというのを流されておりました。もうこれに勝るものはないと思います。で、それを見るとですね、こちらが先ほどの JNN の世論調査の結果です。高市さんは 3% しかありません。そして自民党員の世論調査でも、やはり同じようなパーセントしかないということがわかりました。そして石破茂さんも、河野太郎さんも、岸田文雄さんも、ほぼ同じ。こちら1位が石破さん、2位が河野太郎さん、そして岸田文雄さんが3位、もう大体同じですよね。ということは自民党員と党友というのは若い人がいない、ネットを見ている人がいないということを証明しています。なので一般の世論調査とほぼ変わらない、そういった人たちしかいないということを証明しました。ですので民間の世論調査の結果を甘く見てはいけないんですよ。ということは高市さんの弱点というのは党員党友票、これが取れないということが弱点ということが分かりました。そして怖いのが石破茂さん、これは自民党の中で一番支持率を得ているということになります。で、この 29% の数字がもしかして河野太郎さんにそのまま乗っかる可能性があるんですよ。ということはこちら産経新聞の記事です。自民党総裁選の仕組みなんですが、まず1回目の投票は党員党友票、そして国会議員票半分半分の766票で1回目の投票は争われます。そして1位の候補者が票の過半数を取ればもう新総裁が決定するんですよ。ということはこちら石破さんの票が河野太郎さんへ流れるともう1回目の投票で決まる可能性が高くなります。ですので河野太郎親中政権の誕生という可能性が高まったということです。これをですね、篠原さんが証明をされました。そしてさらに言うと党員党友の名簿です。名簿をですね、高市さんは持ってないんです。で、前回出られた石破さんと岸田さんは名簿を持ってます。なのですでに党員党友の方に電話勧誘や郵便で勧誘、そういうのを始めております。で、その党員党友名簿を手に入れるのは告示の9月17日です。それまでは高市さんは勧誘ができないということに陥ってます。
で、もし自民党の党員党友の方がこの動画をご覧になっていただいておりましたら、岸田事務所から勧誘があったのに高市さんから来ないと思われるかもしれませんが、そういった事情で9月17日以降じゃないと動けないということです。しかもですね、その名簿は百数十万円払わないと手に入れることができないということにもなっておりますという事情がありまして、なので一番可能性が高いのが河野太郎氏です。そしてこちらシェアニュースジャパンの記事です。総裁選、小泉環境省、河野太郎氏を支持する意向ということで、脱原発コンビ、そして再生可能エネルギーコンビです。もし河野太郎氏が政権を取ったら脱原発に走ります。そして日本中に太陽光パネルを張りまくる、そういう世界が来ると思います。そして菅首相、こちら日テレニュース24の記事です。菅総理は河野支持の意向ということで、菅さんも自分が可愛がってきた河野太郎氏を推すということを言われております。ですので菅さんは無派閥ですが、ガネーシャの会という菅グループがあります。その全員とは言いませんが、おそらくガネーシャの会からも河野氏を推すという動きが出ると思います。そしてこちら読売新聞の記事です。河野氏には菅首相や小泉環境省が支持する意向を周囲に示している、知名度も高く派閥に頼らずとも勝てると強気の声もあり、派閥領袖の麻生氏は難しい対応を迫られそうだという状態になっています。そしてこちら産経新聞の記事です。勝ち馬探し、迷う二階派、オンウル戦略見極め困難ということで、こちら今後石破氏と並び次の首相候補の常連で立候補に意向を示す河野太郎ワクチン担当相と接触する可能性もあるということで、こちら木曽隆さんのツイートです。河野太郎さんは進次郎と若手、そして石破二階、この親中政権ができるのではないかということになってきました。なので二階幹事長も河野太郎氏に恩を売って、そしてポストを得ようとしています。そしてこちらジャーナリストの門田隆昌氏です。なぜ左翼やマスコミが河野太郎政権樹立を目指すのか、また派閥の親分麻生太郎氏がなぜ彼を支援しないのか、山本太郎氏と意気投合し脱原発の敷島まで帰ってしまう河野氏、これはですね、こちらです。こちら左翼系の安さんという方です。この左翼系の方も河野氏に対して怒ってるんですよ。二枚舌野郎河野太郎、脱原発を掲げていたのに嘘をつく嘘つきということで、大臣時代に脱原発っていうのを記者会見で封印してるんですよ。ですがこちら河野太郎が総裁選に出馬するようなので、この写真を上げておきますということで、脱原発、山本太郎と写真に写っていますということが左翼系の人から暴露されております。そしてですね、女系天皇論や移民論の危うさをはじめ、そもそも自民党に席を置いていること自体が不思議、日本はこれ以上左旋回してもいいのかということで、こちら有名な記者会見の様子なんですが、動画ありますが、これが文字起こしされております。で、共同通信が、大臣はかつて脱原発の考え方をお持ちでしたが現在はと聞いたところ、もう所管外ですと答えました。そしてさらに政治家としてどうですか、所管外です、政治家として結構です、なんで答えない、閣僚ですからと言って立ち去る様子が動画に残っております。こちら共同通信の世論調査の結果なんですが、次の首相に何を最も望むかと尋ねると、国民への説明能力が 36.3% で一番多かったです。これは菅首相が説明しないからこうなったということになりますが、河野太郎さんってもっとひどいですよ。説明をシャットアウトする癖がこの方にはあります。なのでこれはもっとひどくなるんじゃないかと思います。そしてこちら追速の記事です。保守系論者一斉に河野太郎氏を攻撃開始、親中リベラル、女系容認や靖国不参拝など秩
親譲りの姿勢ということで、先ほどの報道官との写真です。嬉しそうな写真です。こちらのツイートなんですが、総裁候補の中で最も独裁性が強いのは河野太郎氏。日本全域を切れ目なく防護するとのイージス・アシュアを突然止めた際、代替案も事前協議も根回しもなく強権で断行した政治手法、これなんですが、私はもしかして河野太郎氏が常日頃から中国の工作員じゃないかというふうに思ってます。というのは、中国の工作員として見ると納得できる部分が多いんですよ。なんでこんなことを突然誰にも相談せずにやったのか。それは中国の工作員ならできますよね。これは本当かどうかわかりませんが、そういう視点で河野太郎氏を見ると納得できる部分が多いんですよ。そして女系容認ですよね。これをすると2600年続いた皇室が破壊されてしまいます。そして靖国夫参拝など父親譲りの野党に近い姿勢も特色。それにしても2番でいいんじゃないかも河野氏だったとは、ということで、この平正明議員がポロッと喋っちゃったんですよね。で、この平議員は河野氏と近い議員です。何があったかと言いますと、以前民主党時代、蓮舫さんがスパコンで2番でいいんじゃないですかと言いましたよね。で、それはですね、以前河野太郎さんが文科省とスパコンで揉めて2番でいいんじゃねえかと言ったそうです。それを蓮舫氏が丸パクリしたんだというふうにカミングアウトをされておりました。で、有本香織氏が、なるほど、あの民主党の事業仕分けの指南役は自民党の一部の人たちで、かの有名な蓮舫発言、スパコン、世界一じゃなくて2位じゃダメなんですか?のオリジナルは河野太郎さんだったと、かなり重要な平正明議員のカムアウトということで、これについても工作員ならこれできますよねと、いいじゃダメなんですかというふうに私は考えます。そして加藤清隆氏のツイートです。日刊現代が河野太郎氏について自身のツイッターで都合の悪い意見をブロック、外相時代には日露平和条約を問われ、次の質問どうぞを連発するなど異論を許さない悪太郎が本性ということで、質問に答えない、なので説明能力以前にコミュニケーション能力がない人という悪太郎が本性ということになります。そして武田恒康氏、こちら河野太郎氏は女系を容認していることでもうダメですということを言われております。ということで、こちら衆院議員の長尾隆氏です。女系天皇容認論、脱原発論は確実に将来の日本を潰すと同時に、これまでの日本そのものを否定する、断じて認められないとツイートをされております。そしてジャーナリストの有本香織さんのツイートです。これは昨日もご紹介しましたが、次の内閣は皇位継承問題をやらなければならない、だから女系容認の人は難しいということで、河野太郎さんになると一気に日本が瓦解する可能性が出てきます。ですが、私は仮に河野太郎親中政権になったとして、当初は内閣支持率は高いと思いますが、これは菅首相と同じで1年後は支持率は低下すると思います。というのは、菅首相と同じで自民党の地盤である約3割の保守層が逃げている、そういう状況にあります。それが河野太郎が来ることによって一切認められないということになりますので、でしかも女系容認とか脱原発、そして小泉進次郎と組んでどんどん太陽光パネルを張っていく、そして中国におもねって何も言えない、台湾を捉えても尖閣を捉えても何もできない、そんなことになったら国民は怒り爆発すると思います。ですので、ある意味やれるもんならやってみろというふうに私は思います。そして最後にこちら、河野太郎氏2018年4月中国 CCTV のインタビューを見てみましょう。中国からもっと観光に来てもらえるように、例えば日本のビザのオンライン申請ですとか、あるいはビザを電子化するというようなことをやって、なるべく手間がかからないようにしたいと思います。お互いを訪問して相手の国の国民と触れ合う、そういう機会をもっともっと増やしたいと思います。
好、谢谢、谢谢、很好。Thank you very much。ということで、河野太郎氏、どれだけ危険か分かっていただけましたでしょうか。これはすべて中国共産党が工作活動をしている結果です。なので、私はもしかして河野太郎氏は中国共産党の工作員かなと思うところがありますので、皆さんもそういった目で政治家をチェックなさるといいんじゃないかなと思います。ということで、またこういった情報がありましたら動画をアップしていきますので、チャンネル登録と通知ボタンをよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。